アサリの香りと旨味を閉じ込めた炊き込みご飯、アサリご飯をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず米は研いで30分以上置き浸水しておきます。アサリは砂抜きをします。海水くらいの塩分濃度がいいでしょう。よく洗い、殻のぬめりも落としておきます。殻と殻をこすり合わせるようにして洗うといいですよ。鍋にアサリと材料 A の水、酒を入れ強火で一気に加熱します。アサリの口が開いたら火を止めます。殻付きのアサリをトッピング用に数個取り除いておきましょう。残りの身はスプーンなどで取り出しておきます。煮汁は一度こしておきます。米をざるにあげて水切りし、材料 B の水、薄口醤油、塩、アサリの身、アサリの煮汁と一緒に炊きます。煮汁も使用することが美味しく仕上げるポイントですよ。炊き上がったら器に盛り、殻付きアサリ、万能ネギを散らして仕上げましょう。アサリの出汁がご飯に染み込んだ美味しい一品です。ぜひお試しください。